仏教美術によらい立造ガンダーラ出読シャーナ朝、2から3世紀東京国立博物館像。仏教美術は、仏教信仰に基づいた、礼拝大賞、あるいはそれら活動のための美術の総称である。これらには、仏陀や菩薩、実在、伝説上の御子と格や尊者、祖師、または彼らの生涯や伝説を描いたもの、曼荼羅や、修行のための図像、さらに、 ストゥーパや東門、寺院などの建築や、混合書などの仏具が挙げられる。仏教美術は、釈迦入滅以降のインドア大陸で起こり、仏法と、壮賀が広がるのと同様、仏教が伝来したアジア各地で発展した。インド北部から中央アジアを経由して、東アジアへと至り、北伝仏教美術が生まれた一方、東南アジアでは主に南伝仏教の美術が生まれた。インドでは、 先行するバラモン教の理論を取り入れ、ヒンドゥー教やジャイナ教とともに、洞窟寺院を作ったように、各地でも在来宗教を取り込み、独自の発展をした。仏足石クシャーナ町2世紀頃、コネチカット州、イエール大学美術館像なぜ仏像は、作られなかったのか最初期の仏教において、釈迦は、人間の形で表されることはなく、 仏教のシンボルによって描写された。理由については諸説あるが、主なものしては以下のようなものが挙げられる。仏教以前に主流であったバラモン教が偶像を必要としなかったので、造像の発想自体がなかった。反偶像主義釈迦入滅後数百年間は、目に見えるもの、手に触れるものは本質と異なるという考えが主流であったので、 社迦を表現すること自体が忌避された。ネハンに至った仏陀は超人的な存在と考えられたので、象徴的に表現せざるを得なかった。32章80種よしみに特徴をすべて再現するのが困難、あるいは再現するとグロテスクなものになるため、仏陀の歌手的な人体表現が忌避されたことで、暗示的な象徴表現はより一段と洗練されていった。 この傾向は、紀元二世紀まで続いた。紀元前三世紀に石像が登場する以前、木像や金属像があったとの仮説もある。スジャータの父が行くようと、コーマ浄土一世紀サータバーハナ朝サーンチー第一、と北モンランタテ釈は左端に掘られている、母大樹によって暗示されている。仏像以前の仏教美術初期仏教の時代は、建築や、 装飾美術において、高台の造像につながる様式が確立された。ストゥーパは、釈迦の墓であり、ダルマの象徴であり、ネハンへ達した釈迦そのものであり、従って出家者、在家信者にとっては、礼拝大将であった。インドア大陸の大部分をハントに収めた、マウリア朝の第三代、アショーカ王は、戦いでの昇進から普通に消えし、 入滅時に8機のストゥーパに分けられたシャリを分配し、8万4千ものストゥーパと、像、お牛、馬、獅子を頂きに抱いた石柱を築いたとされる。釈迦の彫刻は作られなかったものの、仏教由来でない、役者、役シーといった、野者、全身像が制作された。紀元前2世紀、マウリア朝は、春が朝によって滅ぼされ、北インドは再び混乱に陥った。 地域的な安定は一世紀に、クシャーナ朝がこの地を統一するまで待たねばならなかったが、一方で、この混乱の時代にあっても、仏教の波及と仏教建築の発展は進んだ。また、紀元前一世紀にかけて、釈迦の人生と説法を描いた、仏伝図や釈迦の前世を描いた、本章丹を象徴した作品が作られるようになる。奉納を目的として、 石板やフリーズに掘られたこれらの図は、多くのバイストゥーパの装飾のランダテとして用いられた。この頃の重要な作例としては、サーンチー第一党のトーモき彫キボリとバールフットのランダテが挙げられる。インドにおける仏教美術の最初期の作品は、紀元前一世紀に遡る。ブッダガヤのマハーボディー寺院は、ビルマとインドネシアで同様の構造の寺院が建造された。 スリランカ、シギリアのフレスコ画は、制作年代において、アジャンタ洞窟のものよりも遡るとされている。カニシカオの金貨二世切り面には、仏陀の肖像と、ギリシャ語で、オミクロンデルタデルタオミクロンと刻印されている。2020年時点で、最古の仏像は、ガンダーラか、マトゥラーさんか、結論が出ていないが、イラン系の王朝。 クシャーナ朝のカニシカ王の知性にはすでに大量の仏像が制作されていたようである。カラチ博物館所像のギオンフセズは正確な出土地が不明であることとその様式からパルティア時代のガンダーラのものと判別できる点でその典型的な例と言えよう。またガンダーラ地方とほぼ同時期に北インドのマトラーと南東インドのアマラバティでも 仏像の制作が始められた。なお、初期仏教の末期に成立したとされる、像一アゴン行には、像仏像の区読を説く記述が存在する。ただし、これに対応するパーリ語経典、像支部には、この記述は存在しない。仏だ苦行像ガイバルパクトゥンクワ州、シクリスドラホール博物館像、ヘレニズム文化は、 紀元前4世紀のアレクサンドロス大王の征服によってガンダーラにもたらされた。マウリア帝国の建国者であるチャンドラグプタは4世紀末のセレウコスマウリア戦争でインド北西部のマケドニア領を征服した。そのチャンドラプタの孫であるアショーカ王はインドア大陸に派を唱えたがカリンガ戦争の後に仏教に深く帰依するようになった。 以降対外拡張戦争に消極的となったアッショウカは、宝直として石碑に刻ませた碑文に見られるように、マウリア帝国全体へ、法の政治の普及を目指し始めた。アッショウカ王は、宝直の中で、マウリア帝国領内のギリシャ人たちを仏教徒へと、改修させたと主張している。同様にして、国王の領土において、すなわち、世の中、カンボージャ、 ナーバカ、ナーバパンティ、ボジャ、ピティニカ、アンドラ、パーリンダにおいて、至るところで、人々は、アマネアイの法の境界に従っている。アショウカオーヒブン、アショウカオの時代には、過去仏信仰がすでに始まっていた。初期の仏像美術において、歴史的な仏だも過去七仏の一つであるおくるみも、瞑想する仏だとして、同様の表現方法が行われた。 それゆえに、仏陀の周囲に施された装飾が文脈を理解し、どの仏陀であるか判別する上の鍵となる。ガンダーラ紀元前2世紀頃に、マウリア朝が、ガー朝によって滅ぼされると、この混乱に乗じて、ヘレニズム国家であったグレコバクトリア王国や、それに続く、インドグリーク朝の諸王国が、紀元前2世紀から1世紀にかけて、 インド北西部を支配する。彼らの征服活動により、ギリシャ式仏教美術が、インドア大陸の他の地域へと広まることとなった。全2世紀中頃のインドグリーク朝の王、メナンドロス一世は、仏教の偉大な被護者として知られ、後には出家して、アラカンカを得たという。また、この時代、紀元前1世紀には、神座部から分裂し強制を増しつつあった。 説一切有部が、心に感じられる、一切のものは実在するという、仏だの偶像表現を許容しうる主張を行っていた。しかしながら、実際に、人間の姿をとった、釈迦像が確認できるのは一世紀末のことである。紀元一世紀、北、インドを統一した、クシャーナ朝は、ガンダーラ地方のプルシャプラオトと定め、第三回仏典結集を主催し、 この頃すでに盛んになっていた大乗仏教、菩薩信仰を保護した。初期のガンダーラの仏教美術には、その人体表現や装飾表現において、ヘレニズムがインド美術に及ぼした影響を伺うことができる。これらの仏像は、それまでインドで作られていた像よりも、はるかに大きく作られ、写実的な表現が試みられた。波打つ紙やコントラポスト。 通り方、靴、サンダル、アカンサスによる装飾などは、ヘレニズム下のギリシャや古代オリエント由来のものである。2世紀頃までのガンダーラでは、信仰対象というよりも、修行の励みとするため、仏殿図や釈迦の独尊像が作られていた。ところが、3世紀に入りやキテンシ天バラ信仰や、マイトレイヤが始まると、原生利益のため、 崇拝の対象としての仏像が作られるようになる。マトゥラー様式の仏像帰宅者トラパ一世紀末頃、マトゥラー紀元前から紀元後一世紀のマトゥラーは、宗教都市であると同時に、ガンジス川のシリウヤムナ川に面していたことから、公益都市としても栄え、商業的に発展していた。紀元前二世紀には、春河朝のプシュヤミトラの支配が及び、この間仏教は迫害された。 おそらくは、マウリア朝の影響を消し去ることが目的であったようだが、これによって、マトゥラ東部の仏教美術は一度衰退した。一世紀後半、クシャーナ朝の支配がこの地へ及ぶと、マトゥラーは福徒と定められ、多文化の交流する文化発信地の役割も果たすようになる。こういった状況のもとで、マトゥラーでは、 仏教美術が再び盛んになったのみならず、インド大陸の他地方に先駆けて、最初期の仏像が制作された。北西インド、ガンダーラの影響を受けて造像,像が始まったという、可能性も否定できないが、図像や造形、様式については、ヘレニズム由来ではなく、同地における、マウリア朝以来の多周派の芸術からの流れが、色濃く、インド土着の表現がなされている。 例として、頂きたぶさしょう、口ひげがあまりつけられないことなどが挙げられる。その一方、形式上の共通点も見られないわけではない。白号章、耳たぶのスイカ、手足の線、槍に章、図工などは、いずれも、クシャーナ町の都であったガンダーラ、マトゥラー領都市で、これらの要素を意識しながら制作が行われていた、ようである。 スモンカミアジャンター石窟第一窟後世紀アジャンターの石窟に描かれた壁画は、相対としては、このような尊像よりも、説話図や装飾画の方が割合としては大きい。後期石窟人美術インドにおける初期仏教絵画の作例はほとんど残されていない。だが、アジャンター石窟の後期の壁画は、480年頃までの比較的短い期間に残された。 作品群として、この時代の希少な仏教絵画の大部分をなしている。これら作品の極めて洗練された描写は、明らかによく発達した伝統に基づいている。また、宗教的な主題だけでなく、宮廷内の華やかな様子や王と王妃が、交換している、官能的な場面は、アジャンター石窟そのものが持っていた、世俗性とバラモン教からの民衆化。 世俗化が進展しつつあったヒンドゥー教の美術と仏教美術の接近、融合を示唆している。インドでは仏教美術はその後も数世紀にわたり発展し続けた。グプタ時代にはマトゥラーの赤色砂岩彫刻はさらに進化し、仏教美術の造形は優美さと繊細さにおいて極地に達した。この時期にはマトゥラー様式の影響が及んだサールナートで、 白い砂岩が用いられた仏像が盛んに作られた一方、マトゥラーでも引き続き造像が続けられた。この時代の傑作、発展法輪仏座像に見られるように、サールナート様式は、マトゥラー様式と比べて僧帽が穏やかになり、装飾もより一層繊細なものになった。サールナート様式は、 後期石窟美術やナーランダーの仏像美術にも影響を与えた点でも重要と言える。サールナート発展法輪仏座像サールナート砂岩5世紀末、サールナート高古博物館像、グプタ様式はアジアのほとんどの地域に強い影響を及ぼした。12世紀末には仏教は南アジアの中ではヒマラヤ地域でのみ栄えていた。が、 これらの地域はその場所に助けられて、チベットや中国とより密接に接触していた。例えば、ラダックの芸術と伝統は、チベットと中国の影響を受けている。8000小半野京、パーラッチョウ、末期1119年培養ビクラマシーラ大学で、制作クリーブランド美術館像聖館農像9世紀、パーラッチョウ北東インド、ビハール州、ナーランダ出土6世紀、 ヒンドゥー教を国教としたグプタ朝の北インド統一と、ローマ帝国の混乱に橋を発する東西交易の体調が起こる。これによって、インドの仏教は被護者、段下層の両者からの援護を依然ほどは受けられなくなった。また、商業、交易の衰退は、バラモンと農村地帯に基盤を置くヒンドゥー教の影響力を相対的に増加させることとなった。 劣勢に立たされた仏教教団は打開策として既存のヒンドゥー教やベンガル地方で勃興しつつあったタントラ、その他の民間信仰といった多種の儀式や習俗を取り込んでいく。密教の成立によってインドにおける仏教美術はマンダラや動的な仏像を生み出した。インドにおける密教美術は この地へのイスラーム勢力の進仰が決定的となった13世紀初頭まで続いた。密教が体系化されていくにあたって儀礼の採用が図られた。その中で密教美術と呼べるものとして登場したものが儀式用の宝具やマンダラであった。4世紀から6世紀頃までは、北方系と南方系いずれの仏教においても女債償福を目的とした日常的な儀礼。 監修としての呪術は行われていた。しかし、これらの儀式はあくまで悟りの追求とは目的を別としていた。ところが、6世紀から7世紀にかけて、これらの呪術の目的は、現世利益的なものから正しい悟り、成仏へと焦点が移される。また、4世紀から5世紀頃、ガンダーラの僧セシンが、クシャロンの一章 世間品の中で趣味山と宇宙について説いたことで、仏教においても宇宙観について議論が行われるようになった。これらの要因を背景として、ユガ漢方が成立し、また宇宙に充満する仏、菩薩、冥王書店、鬼神に至るまでをパンテオンとして、視覚的に表したマンダラが登場したのである。なお、マンダラをはじめとした密教における、視覚芸術は、 不況や美的感覚を満足させるために制作されたわけではなく、色や形を通じて宇宙の本質性を表すことを目的に作られたことに留意しなければならない。中国や日本の密教においては、この関係性は帰り見られなくなったものの、その後のインド仏教やチベット密教においては、引き続き重視された。8世紀に入ると、インドにおいては、 大日系営密教に代わって、金剛いただき教系の密教が主流となり、従って、荼羅においても大蔵界荼羅の作例は途絶え、今後会荼羅。さらにこれを踏まえた無常優雅密教系の荼羅が制作されるようになった。インドやチベットで作られた、膨大なバリエーションを持つ無常優雅系の荼羅は、いくつかの系統に大別することができるが、芸術、 製造学的な視点で見た場合、以下のような特徴を挙げられる、仏教彫刻においても密教化は進んだ。6世紀中頃に造営が始まったアウランガーバード石窟では、建築構造や除村表現、官能的な身体表現といったアジャンター以前には、見られなかった特徴が確認でき、ヒンドゥ美術の影響の大きさと、密教美術の方がを見ることができる。 これは、彫刻史においても変化を意味した。動的な所作や豊かな死体が表現されるようになったのは、古典的で、内政、金政が特徴的なグプタ朝美術からバロック的な中世、インド美術への移行であった。11世紀末から始まった聖ナ朝の時代は、インドアタイリクにおいて仏教美術が盛んに制作された最後の時代であった。 1203年にゴール朝の軍勢によってビクラマシーラ大学が破壊されると同地における仏教の中心地を失った僧侶たちは他国へと移住、亡命し、インドにおける仏教美術は終焉を迎えた。11世紀に始まるイスラーム王朝のインド侵入以降、北インドの密教を含む仏教は大きく衰退するが、密教とそれに付随する密教美術は カンボジアやオースンダレットをチベットといったインドの周辺地域で流星した。特にチベット仏教とその美術はモンゴル系民族や中国へと数世紀にわたって多大な影響を残すこととなる。アジア全体での仏教の拡大。黒の矢印は初期仏教の展開を示す。また赤が大乗仏教の、緑が上座部仏教の、青が 密教の伝来経路を示している。釈迦入滅後、仏教がインドア大陸内外に広まるにつれ、本来的な一連の仏教美術が他の芸術の要素と混ざり合い、仏教需要国の間で仏教美術の発展的差異が生じていった。中央アジア、ネパール、チベット、ブータン、スマトラ島、ジャワ島、中国、韓国、日本、ベトナムなど、 阿弥陀仏極楽浄土図18世紀、チベットメトロポリタン美術館像北伝仏教の美術は、大乗仏教の発展に強い影響を受けていた。この教派はより包括的であり、伝統的なアゴン行に加えて、新しい経典を採用し、仏教の理解自体を変化させていたことにその特徴があった。大乗仏教は、初期仏教が修行の到達点としていたカンではなく、 そこからさらに菩薩の境地を目指すことを重要視していた。般若行において、仏陀は超越的な存在へと押し上げられ、主軸は、菩大、六原蜜、知恵の完成、悟り、主情の苦しみからの救済に専念する菩薩たちに置かれた。それゆえ、北伝仏教芸術は、様々な成仏や如来、菩薩や天部に関する作品に見られるように、 多種多様で根拠的である。また、大乗仏教が広まったそれぞれの土地において、土着の宗教や信仰と結びつくことで新たな信仰とそれに伴う芸術様式が生まれることも少なからずあった。中央アジア、中国、そして最終的には朝鮮半島と日本にまで至る仏教のシルクロードを、介した電波は五感の名帝によって西方へと派遣された。 関英ら施設たちが残した、反伝説的な説明によって、紀元一世紀まで遡ることができる。しかしながら、より広範な電波は二世紀頃、クシャーナ朝の西域への拡大と、中央アジア出身の僧侶たちの観約活動と、熱心な中原への不況とによって始まったと言える。白岡神のような中国への最初期の仏教電波を、担った僧侶たちは、パルティア人、 月ソグド人、または、トハラ人とされる。アジアにおける、風神像の変遷左、ヘレニズムの風神、二世紀のハッダにいて、ガンダーラ美術の下で作られた像。風を蓄えた袋を背負っている。中、キジルセックツの風神、七世紀のタリム盆地で、造影された、仏教セクツ寺院の壁画に見られる風神の図。風体を背負ってはいるが、 ここではよりアジア的なインド文化の影響の色濃い精霊の姿に変わっている。右、日本の風神、17世紀日本の絵師、タワラや宗達が描いた風神図。風体を背負う様式を踏襲しながらも、姿は大きく変容し、青い鬼神になっている。シルクロードを通じた仏教の布教活動には、芸術方面での影響を伴っていた。それらは、 現代の新疆ウイグル自治区にあたるタリム盆地で2世紀から11世紀にかけて栄えた東トルキスタンの美術に見ることができる。シルクロード美術は多くのバイガンダーラ地方でインドやギリシャ、ローマの影響を受けつつ成立したギリシャ式仏教美術に起源を持つ。また、ヘレニズム仏教美術は大乗仏教の教えを伝えたのみならず、古代ギリシャやローマ、ペルシャ、 北西インドの文化、風俗、身体表現、装飾を伝える役割をも担い、近くは南インド、遠くは日本にまで今日まで至る文化的な影響を残した。それらは建築の模様や製造、仏画、仏像、神道とはペルシャやヘレニズム国家の王が身につけた冠であり、王権の象徴でもある。ディアデーマは、 仏教美術にそのまま見事格の表現として取り込まれると、中国の抜光靴の壁画や日本の雷合図などに登場する菩薩や、秘典の表現様式とともに定着した。また、ガンダーラ及び中央アジアにおいて、仏教彫刻が成立していく中で、ギリシャ神話の神々やゾロアスター教の神々、そして他のインドの神々が取り込まれていった。 これらの地域で制作された仏教彫刻にのみ作例が残るアトラース神や通りト,トーン神、アフロディージ神、ポセイドーン神のような神格もあれば美術様式の一端となって東、アジアまで伝わったミスラ神と集合したヘイリオス神、クベーラと集合したディオニューソス神、ニュクス神、エロース神などの神格。広大には天部として仏教において 信仰対象になったヘイラクレース人やスーリア、ハリーティー神と集合したテュケー神、クベーラと集合して、食ク,クリアの神としての大黒天を形作ったファロ、神などがいた。20世紀に入ってからの美術史における研究で、仏教美術に取り込まれた神格が、本来ギリシャに源流を持つことが明らかになった例もある。ガンダーラ、トンコウにも作例が残る風神と雷神は、 本来は、ギリシャ神話のボレアース神に、図像的な起源を持つことが研究によって指摘された。さらに、日本の宗教美術視野である、田辺克美は、武装した、ビシャモンテンという図像の成立過程に関する研究を、通じて、天部の一つである、ビシャモンテンが、ギリシャのヘルメース、ローマのメルクリウスに源流を持つ、クシャーナ人に信仰された副人、ファロ。 をもとに成立したことを明らかにした。バクトリア地方の仏教美術は7世紀にイスラーム勢力がこの地に拡大するまで数世紀にわたって存続した。また、この地では紀元1世紀頃に人の姿をした仏だが初めて制作された。出順高温であるインドとは異なり天空の神秘が重んじられた結果、 魅力信仰や土卒天信仰に由来する美術が多く作られ、それまでになかったドーム靴が盛んに造営された。これはインドではほとんど作例のないものである。また、それに続いて、釈迦菩薩や魅力菩薩などの菩薩像や仏殿図を物語る、仏塔や寺院の内部を装飾するための浮き彫りが作られるようになる。この時代の空気を伺える。 代表的な例としては、カニシカ王のシャリ王妃が挙げられる。3世紀前半、クシャーナ朝は、ゾロアスター教を報じるサンサーナサによって滅ぼされた。しかし、ガンダーラ美術の名脈は途絶えなかったどころか、ペルシャや北インドの衣装を取り込みながら発展していったのである。バーミアンでは、4世紀から6世紀にかけて、2体の大仏をはじめとする多くの石仏とけや、 石窟壁画が作られた。バーミアンの石窟美術においては、インドで見られる、本章図や仏殿図は、モチーフとして見られない一方、幾何学的な構成で、弥勒菩薩と無数の仏たちを描く潜伏構図が登場した。他にも、スタッコ、変顔、または、粘土でも、仏教美術が制作された。 これらの作品は、インドのグプタ朝以降の様式主義と、ギリシャ美術、ヘレニズム美術、ことによってはそれに引き続いたローマ美術をも、要素として取り入れながら、非常に強く融合させている。イスラムの支配は、他の、経典の宗教には、幾分か寛容だったが、偶像崇拝によっているとみなされた仏教にはほとんど、寛容さを示さなかった。 したがって、その芸術形態もイスラム教の支配下においては禁止された。8世紀以降もアッバース朝の支配や、それに伴う戦乱で、多くのジーニや石仏が破壊された。近代以降も、仏教美術はたびたび被害に遭い、体系的な破壊は、タリバン政権時代に頂点に達した。バーミアンの仏像、肌の彫刻、 アフガニスタン国立博物館に残っている多くの異物が破壊、流出させられた。1980年代以降、長く続いたアフガニスタン紛争による混乱は、仏教に関連する文化財の流出と国際市場への転売を狙った組織的な遺跡への略奪を引き起こした。しかし、2000年代に入ってから国外に流出した。 仏教美術の作品を含む多くの文化財がアフガニスタンへと返還された。日本からは平山アイクオラの主導による返還事業が行われた。シャンカチャルやアバダーナジャータカ、瞑想する仏陀に両脇にアップサラスが控える。仏陀の羅髪の上には鳥が巣を作っている。現在の新疆ウイグル自治区、トムシュク支出土6から7世紀、ギメ美術館像。 中央アジアは長い間、ペルシャ、中国、インド、それぞれの文化が出会う三サジであった。紀元前2世紀頃、全館による西域への影響力の拡大は、中国文明へ、西アジアのヘレニズム国家、特にグレコバクトリア王国とのさらなる接触をもたらした。その後、仏教はガンダーラ地方からさらに北へと拡大し、トルキスタンまで到達した。 公益路沿いの諸都市には少なくとも紀元前一世紀頃までには仏教が伝わっていた。しかし、この地における仏教美術が本格的に始まったのはイラン系のクシャーナ朝の王カニシカ一世による支配とガンダーラ美術の流星を経てからであった。これらの動きはタクラマカン砂漠の終焉に栄えたオアシス諸都市に仏教とのコミュニティ、さらには 仏教王国の形成を促した。シルクロードの一部の都市は仏塔と寺院を完備していた。都市の住民たちの狙いはおそらく、シルクロードの東西からの旅行者たちを歓迎し、彼らに必要なものを提供することであったと考えられる。西トルキスタン6世紀、現状がソグディアナを訪れた際には、この地に住んでいたソグド人は主に、 ゾロアスター教を信仰していた。しかし、後にソ連によって行われた発掘調査で、この時代ではまだ仏像や仏具が制作されていたことが判明している。8世紀に入ると、アッパース長による征服によってこの地の仏教美術は絶えた。良質な石材に乏しかった中央アジアでは、粘土は仏像制作にとって欠かすことのできない素材であった。 東トルキスタン以降千年ほど、エフタル、西特厥東、東、特厥、ウイグルと支配勢力は目まぐるしく移り変わりはしたが、仏教美術は、周囲の文化や、宗派の影響を受けながらも、再域様式を展開させていき、10世紀、カラハン朝の時代に、この地で多数派であった、ウイグル人が、イスラム教へと改修するまで続いた。 ドイツの東洋学者でアルベルト・グリュンベーデルの調査隊に随行したエルンスとバルト・シュミットによって提起された年代間によれば、西域北道における仏教壁画美術、西域様式は大まかに3段階に分けられる。グプタ様式とガンダーラ美術後期の様式が入り混じった第一様式、第一様式の各要素が融合しつつ成熟していった第二様式。 漢民族の強い影響を受けた第三様式である。第二様式とそれ以前のスタイルの違いとして、第一様式と比べて、より対比的な彩色とパターンの多様があるが、これは、技術的な要因として、ラピスラズリが新たに登場したことと、イラン的な要素が強まったことが原因であると考えられている。クチャの木汁セックは、西方からの影響が大きい第一様式と、 第二様式の壁画からなるのに対して、同じく、クチャのクムトラ石窟では、第三様式も見られる。文字菩薩と問答する、ゆ馬古寺八世紀東大トンコウ第百三窟一世紀、仏教は中国へと至り、この国の美術、とりわけ創像の分野に新風を吹き込んだ。遥か遠方で成立した仏教を受け入れていく中で、仏教美術は、 中国文化の神秘眼と道徳を反映しながら変化していった。中国における仏教の需要において、漢訳仏典と競争晩酌が大きな役割を果たした。漢訳によって、本来サンスクリットやパーリ語で記された経典が漢字文化圏へ普及した一方を、その過程で儀教と呼ばれる原典にはない経典も成立した。また、競争晩酌によって、 伝来した多種多様な経典の解釈、体系化が行われた。結果、中国伝来以降の仏教では、中国化と大乗仏教の主流化が進み、後の仏教美術もそれらを反映したものになった。また、征服王朝である14世紀のもとと17世紀以降の、真の時代には特に、チベット仏教とその美術とも相互に影響を与え合う、こととなった。五感。 三国時代、進む中国における、最初期の仏像や、仏教彫刻は五感まで遡ることができる。また、三国時代、儀の装飾は盆培を学んだようである。しかしながら、皇族や豪族層への本格的な普及は精神に、至るまで、限定的であり、故にこの時代に確認できる、仏教美術は少ない。 未六仏立造北儀太平魔君4年目造高53.5センチメートル、東京国立博物館蔵大仏帝による、廃仏以前に遡る、希少な遺物。薄手の衣を通じて、体育の起伏を強調する作りは、グプタ町の影響が推測される。 二仏並座像北義帯は13年名相高14.4センチメートル、東京国立博物館像台座側面には、父母のため発願した旨について刻まれている。紀神南北朝時代午後16国時代には、西域と中原を結ぶ、交易路として栄えていた火星で、遁�の抜工窟をはじめとする、石窟寺院が建設され始める。 この時代の仏像の様式と造形には、高足したポーズや右肩を露出する、変端右肩と呼ばれるスタイルなど、インド的な要素が強く残されている。五世紀に入ると、仏像は明確ではっきりとした、輪郭線で表現されるようになる。造形も、こと如来像においては、左右対称、厚手の衣装、より柔和な表情など、中国風の表現が施されるようになっていく。 北魏による河北統一によって、五個十六国時代は終止符を打たれ、南北朝時代と呼ばれる時代に移っていく。これ以降、異民族系の北朝と漢民族の南朝が、隋によって統一がなされるまでの百六十年近くにわたって退治を続けた。これらの政治的、文化的対立を背景に、仏教美術もそれぞれの地域で異なった展開をしていった。 運行石窟、第二十窟の如来座像北魏五世紀後半領収の僧侶どンようが造営。この石窟に建てられた仏像は、北魏の歴代皇帝をモデルにしたと考えられている。北魏は建国当初から仏教保護政策を行っていた。進むの滅亡後、長く続いていた戦乱と経済的、社会的混乱は五個と呼ばれた。 非漢族系の異民族による家北への流入によって、すでに決定的なものとなっていた。このような状況において、それまで支配的であった儒教に代わって、急速に広がったのが仏教であった。仏教への改修者は、五個の支配層にも多く、また彼らも、仏教を民主教家のため、政治的、文化的な動機で利用した。以降、仏教が国教化した北朝では、 仏教教団と支配層の結びつきが強まっていく。それらの状況を色濃く反映したものとして、運行石屈寺院の石仏が挙げられる。また、同時期の生活様式を移す仏像の様式として、四世紀に多く作られた小型で金属製の仏像である、小金動物がある。移動の多い騎馬民族や、戦乱と隣り合わせであった漢族にとっても、 持ち運びやすいことから徴用された。メディアを再生するビルシャナ仏石仏の表面には仏せ図と六道がレリーフとして刻まれている。北西ワシントン DC フリーア美術館制作としての石窟寺院の混流は仏教彫刻の中国化を促した。前述した運行石窟寺院に作られた仏像は 漢民族の好みに合わせて肌の露出が抑えられた表現になっている。また、影秋元年に造影が始まった流門石窟に見られる漢化、抽象化した造形様式は、後世の中国諸地域のみならず三国時代の朝鮮や飛鳥時代の日本における造造の基盤となった。六世紀北州、北西の両王朝の成立以降、 仏像の様式に、再び西方からの影響を受けたものが見られるようになる。伝来経路そのものは、中央アジア経由か、東南アジア経由か、あるいは複合的なものだったかは定かではないが、変化の直接的な原因は、北義高等の断絶と、戦費復古主義だったようである。一方、カナン、特に沿岸部において仏教が、東南アジア経由で広まりつつあった。 東進の北見は、カイロで、四四国に渡り、かの地で見たジャータカを、変と記録している。これをもって、中国における、仏教説話画が始まったとされている。如来座像、流門石窟品用中、ほら、ただし壁六世紀前半か南い将、落葉四流門石窟の三道のうち、中道のみが、北魏時代に完成した。 正光四年までにおよそ80万人以上を動員して造営された、頻王中道は西壁には、情景の如来像の他菩薩、如来像、東壁には結間行変、本章図、皇帝、皇后の行列図、重心の像のレリーフを備えていた。この時代の仏教彫刻が残されている、代表的な遺跡は、以下のような場所が挙げられる、随等。 四季森密如来並語製図、超純教室番頭、犬安四,四年大英博物館像抜光靴で発見。擬人化された5つの惑星が四上光仏頂を囲んでいる。六世紀末に成立した隋は、およそ40年ほどで滅亡したものの、中国における仏教美術の発展に残した影響は大きかった。300年ぶりに、 中国全土を統一した文帝は各地方に総院と仏舎離島を建てた。また、中国そのもの政治的統合によって地域性を保っていた各地の仏像芸術も隋の首都であった大工場を中心としながら徐々に融合を進めていく。この時代から仏像は同性のものだけではなく、白壇や聖堂を用いたものが作られ始める。また、 仏教絵画においては、宝丹王国出身の女王おそばつしつなとその子、女王祖、おつぞうが、随末当初にかけて活躍し、再域絵画を中国へと伝える役割を果たした。彼らはまた、鉄線描と呼ばれる、緊張感とエッジの効いた画風の作品を残した。随の時代の伝統を踏まえ、当代の仏像はより生き生きとした表現がされるようになる。 この頃の仏教彫刻は、グプタ時代のインド芸術に触発された、どちらかといえば古典風な様式を帯びている。それは、唐という国そのものが持っていた外来文化に対する開放性と現状産造、議場らの活動に代表されるインドとの往来によるものであった。結果、仏教は、その一大中心地となった首都長安から挑戦。 そして、遣唐使を通じて、日本へと広がっていくことになった。大岩島と、英紀三年根流インドから帰還した、現状三蔵法師が、時の皇帝構想に申し出て建設された。北宋、秋雄、そして中華人民共和国時代に改装、修復が行われている。しかしながら、万島の頃になると、外来の宗教や文化は、否定的に捉えられるようになった。 845年、武装は在来思想であった道教を支援するために、すべての外国の宗教を禁止する。この弾圧の結果、仏教教団は寺院や荘園を没収され、国家の擁護から離れて存続せざるを得なくなった。そのため、中国における仏教はしばらく衰退するが、それは、総時代において花開く。 禅宗と浄土教の二つの宗派が民衆へと根差していく発端ともなった。党は歴代の王朝の中でも最も仏教が盛んに信仰された時代の一つであり、かつ総じてみれば政治的にも概ね安定していたので、当時の作品も数多く残されている。初頭には北義時代に盛んであった弥勒信仰に代わって阿弥陀信仰が人気となり、 西方極楽浄土を描いた芸術が現れた。当代、伯光窟では、華やかで正常な阿弥陀浄土が描かれた。このような状況において、体操の老い、リアス氏による、流門石窟の復興を皮切りに、北魏の滅亡以降推備していた河北平原での、石窟造営が、盛んになる。武装、不足点の時代には、流門石窟は、最盛期を迎え、 宝泉寺の大仏が建立された。これらの仏像は、運行石窟のものに比べると、より繊細で、写実的な人物表現がなされている。西党から中東にかけて、石窟美術は、安史の乱による混乱を経てその中心を河北から、四川に移していく。高沢寺石窟や、大足石穀は、幻想皇帝時代の魔外仏の白美であると同時に、 国際色と土属性を兼ね揃えていく過程を伺える遺跡であると言えよう。五代、そう、こうまず。五代十国時代。甘粛省遁光出土。仏教壁画は、当時の美的感覚ではなく、生活や軍事技術について知る資料ともなり得る。この作品では、仏陀の右上に描かれたマーラがヒアリと敵団で、攻め立てている。先に述べた。 海升の廃物と五代十国時代の建築年間に行われた仏教弾圧、また唐滅亡後の戦乱によってこの時代は仏教彫刻の衰退期とみなされることが多いが、実際には各地で名品と呼びうる作品が多く制作された。特にカナンは戦争による混乱も少なく、五色、南党、五越のように仏教を保護する国も多かった。 宋の時代に入ると、初代皇帝、長教員が、生徒で大造教を印刷させたように、国家から仏教に対する支援が、盛んになった。諸州の中でも、強制の発展が著しかったのが禅州と浄土教であった。また、この時代には、文人である、次大武装が、武人に代わって、政治の中心を占めていった。 彼らは儒教を英達のために治めていたものの、哲学、信仰の対象としては仏教、こと禅宗に帰依するものが多かった。このような状況から、牧籍、禅画、禅僧といった仏教美術の新たな流れが生まれていく。中国禅をめぐる芸術は、その担い手の多様性から、制作姿勢や美術の傾向にも異なった様式を生み出した。禅僧たちが、 修行や儀式のために真相を制作した一方、在家、孤児であった次第部分人たちは、余儀として、禅孤寺を主題とした水墨画を描くことが多かった。さらに、南宋の了解のように、引退画家が仏画を描くこともあった。禅宋たちの描いた禅画は、その競技ゆえに、信仰の対象というよりも、内面的な探求の手助けとするために描かれた。 したがって、悟りの助けとなるならば、画題にとらわれずに描くようになり、絵の主題も、それまでの仏像や仏画が扱ったものにとどまらず、自然物や図形、新鮮など多岐にわたるようになった。また、絵画表現においても新潮流が起こった。五代の同詞画家、石筒とは、当時一般的であった細密な画風ではなく荒い、タッチで仏画を描いたが、この画風は、 壮大の前僧たちに受け継がれた。彼らは、モノクロームで、生き生きとした筆致で、悟りの衝撃を表現しようと試みた。他方、石窟造営も、盛んに行われた。北壮における造造の傾向としては、異民族との最前線であった。北辺地域で造営が盛んであった。制作された彫刻も、外敵の排除と、現世、来世の安寧を祈願したものが多い。 12世紀の初め、北方から侵攻してきた金によって、河北を占領され、僧は、成功の変と呼ばれる屈辱的な敗北を経験する。南戦した宋王朝は、南宋と呼ばれ、国土の半分以上を失ったものの、経済基盤は盤弱であったことから、仏教石窟での増増は引き続き行われた。南宋時代には、大足の石窟軍に、 数多くの仏像が残された。人体表現においては、北宋時代のものを概ね踏襲しながらも、顔つきはややおもな長で、脂質気が増し、体型も、流霊さを残しながらもボリュームをた,たえている点で、以前のものと異なっている。12世紀、南宋の主旗が主導した、宋明理学の台頭によって、前宋の画家は、多くの批判にさらされた。加えて、 後代の中国では文人画が尊ばれ、仏教絵画や引退画は相対的に低く見られるようになる。結果として、前画の作品の一部は水墨画として鎌倉時代の日本に渡ったが、新たな文人画の流れが登場する南宋以降の中国では次第に衰退していく。漁、聖火、近等の衰退が。 決定的となると、厳政策の影響下にあった、周辺民族は自立した。彼らは、中原の勢力との対立を繰り広げながら、漢族とは異なった、独自の文化を形成した。その一方で、寮や聖火、さらには寮から独立した金といった、僧と対峙したこれらの王国は、東大に広まった仏教を信仰していた。 916年に成立した寮は、喫丹文化と漢文化を同時に保持した二元体制を敷いていたが、12世紀、初めに滅亡するまで仏教に対する信仰は厚かった。寮代の仏像美術は、唐の造像文化と華厳と密教をはじめとする五大山信仰の影響に彩られており、特に初期においては、北宋とは異なった仏教文化が栄えた。 11世紀、北宋との間に、千円の命がなると、徐々に、中国からの影響も受けるようになる。寮の仏像は、一般的に、東大に見られる、落ち着いた胴体に対して、動きのあるプロポーションというスタイルを受け継いでいる。しかしながら、身体的には、平坦な印象を与え、時代を下るにつれて脱力した柔らかい様式になっていった。成果は、 初期には中国からの仏教吸収に努めたが、後期にはチベット仏教の力が強まった。また、聖火が火星回廊を掌握して、以降は抜光靴に代わって林靴の造営が盛んに行われるようになる。ニレ林靴の壁画には、壮大からの山水画の要素や、秋夜に成立した最有機の原型となったとされる。 三蔵法師が猿や馬を従えているモティーフを見ることができる。金は、龍に反旗を翻した、女神族によって建国され、僧と結んでこれを滅ぼした。金の仏教美術は、基本的には北、北宋龍の文化を継承したものだった。ただ、幸福寺や、たたり福寺の例に見られるように、元、名、清を経て、今に残る。 仏教寺院の基盤となった寺院も多い。また、寮との違いとして、金は、道教や儒教に対し、容認的であったので三教に由来する、美術品が、同じ工房で制作されることもあり、それゆえに、現代以降の仏教美術と、道教美術双方に影響を残した。元、名、清、大徳明王まんだら元。 天略年間メトロポリタン美術館像13世紀初頭、モンゴル高原を聖守の地の諸部族をまとめ上げた、モンゴル部は金を滅ぼし中国海北を征服。国語をもととし南宋を平らげここに中国全土を統一した。これにより中国においてチベット仏教系の美術が制作されるようになった。特筆すべきは中国本土において チベット仏教の巫事格の根動物が作られるようになったことである。この流れは続く民や神でも続いた。現代が初期はネパールの仏教アニコとその弟子のリュウゲンが数多くの仏像制作に携わっていたと言及しており、特にリュウゲンは凡像と道教美術の制作にも携わっていたとしている。このことからこの時代の工房では肝臓と 凡像の両形式の政策だけではなく、宗教を超えて、同教とも相互に直に影響を与え合う関係にあったことが伺える。14世紀、民が、漢族の主現象はよって起こされ、元は、モンゴル高原へと放築された。明初期においては、チベット仏教への弾圧が行われたが、後には、仏教保護政策に転換し、チベット仏教と、 中国仏教の交流も進んだ。この時代の石像美術に、名品は少ないが、素像や銅像といった粘素素材を扱ったものには、優れたものが見られる。現存する遺構は、以下のものが挙げられる。また、この時代以降に現存する作例として、漢室作り、鉄像がある。拳隆帝創業図、清志、拳二23年頃北京。 呼吸博物院像16世紀末、民から自立した、満州の女神族国家、後ンは、国号を清しと改め17世紀にかけて、中国統治を完成させた。歴代の皇帝たちは、政治的及び個人的な同期で仏教を保護した。順次帝は禅に傾倒したものの、彼の後継者である、皇帝は、父祖からの信仰であったチベット仏教を推進し、 文殊皇帝を自称した。しかし、仏教に対する新朝の講演が最高潮に達したのは、賢竜帝の知性でのことだった。彼は膨大な数のチベット様式の宗教的作品を制作させ、その多くは彼を創業で描いている。さらに、賢竜帝は造営者でもあった。1744年、彼は自身の成果でもあったよ和宮を、 チベット仏教の僧院として改装させ、仏画、仏像、織物、石碑を寄進した。また、趣味服としゆき病とその中に収められた品々は、乾隆帝によってなされた、中国における、チベット仏教様式の需要の一つの完成型と言える。1795年に、乾隆帝が退位した後、宮廷でのチベット仏教の流星は陰りを見せる。 過去の研究では、真の歴代皇帝による、チベット仏教保護策の背後にあった動機は、主に内政的なものであり、満州、モンゴル、チベットとの結びつきを強化する手段に過ぎなかったと解釈されてきたが、近年の研究ではこの考え方は、批判的に検討されている。信代に制作された仏教美術は、チベット様式と中国様式の得意な融合を見せた。 図像や構図においては、チベット的なアプローチが取られる一方、装飾面においては中国らしさが際立っている。また、碑文は、多くの場合、中国語、満州語、チベット語、モンゴル語、サンスクリット語など多言語で併記された。絵画は鮮やかで刺激的な色彩で描かれていることが、多い。メディアを再生する、ギャザリング・オブ・ブッダズ・ボディ・サット・バス。 河北省簡単市共同山石屈、出土風リア美術館像1920年に、日本の僧侶城万大帝と考古学者の席の、ただしによって、同地の調査が行われたが、すでに遺跡の一部は洞窟の被害に遭っていた。発掘調査の様子は、島文化史跡さんに詳しい。発掘と研究中国での仏教の普及により、この国は、 世界で最も豊かな仏教コレクションを有している。古代の仏教寺院はほとんど残されていないものの、現存する、石窟寺院は多く、王子の信仰を伺わせる手がかりとなっている。とりわけ、高屈の近く、敦煌と甘宿省へ生県日野江霊寺石窟、河南省洛陽近くの龍門石窟、三聖省大同士の運行石窟、及び、 中継史にほど近い大足石国は、現在でもよく保存されている。当時代に8世紀に、丘の中原に掘られ、3つの川の合流を見下ろす、落山大仏は、現存する石仏としては、世界最大規模を誇っている。20世紀の初め、新潮末期には、遁光文献の発見を契機に、遁光学が始まり、仏教経典、仏像、 中国仏教美術史の近代的な研究がヨーロッパ諸国、中国、日本によって始められた。1996年には三島省青州市、辰尾木地市の穴蔵蔵から合計で400体以上に上る石仏が発見された。また、2003年には道省災難市、海原寺市から80体余りの仏像が発見され、 辰ツ寺湿出土の石仏群との比較、称号が行われた。辰ツ寺で発見されたこれらの仏像は、大きさや題材も様々であったが、埋蔵に至った過程までの経緯から損傷が激しいものが大半であった。だが、青州市博物館によって復元作業が行われたことで、制作時期の数世紀以上の幅があったことが判明した。記念名によれば、 古いものでは永安2年、新しいものでは天聖4年に制作されたことが分かっている。また、これらの仏像が埋蔵されたのは12世紀初期以降で、あると推定されている。達沖実出土の石仏家群、特に北西時代のものは、当時の中国における肉体表現に対する試行錯誤と、東南アジア、南インドに由来する。 海のシルクロード伝来の仏像美術、ヒンドゥー教美術の影響を伺うことができる。朝鮮における仏教美術は一般として他国から渡来した仏教の影響と朝鮮独自の文化の交流を反映している。また、初期の朝鮮仏教芸術は、白木の狼や角帯のバックル、探検、五獄などの工芸品や埋葬品に見られるように、 シベリアやスキタイなどの草原文化の美術様式からも影響を受けていた。この土着的な美術様式は幾何学的かつ抽象的で海洋文化や牙民族文化、シャーマニズムの伝統で豊かに彩られている。周辺諸国からの影響も強かったが、朝鮮仏教美術は落ち着いて抑制が効き、抽象的ではあるが不思議なほど、 現代的なセンスに合致しているなどと評されている。この国における仏教とその美術は、李氏朝鮮の初期を除いて組織だった、破壊行為や徹底的な抑圧にさらされることはなかった。それゆえに、現代においても体系だった研究が行われている。近藤弥勒菩薩藩家像、弥勒菩薩藩家シー像の代表的な作例。 大韓民国指定国法第83号7世紀、ゴロ白木ソウル特別市、国立中央博物館像。朝鮮三国時代3世紀から4世紀頃にかけて、朝鮮半島各地に散らばっていた多種多様な部族連合が、徐々に国としてまとまりを見せ始める。朝鮮半島北部から東北三省の一部まで、半島を広げた高栗、南部から西南にかけてのくだら、 東南部の落東高下流の都議諸国、そして、東南、京州盆地の白木がなり、構想を繰り広げる、いわゆる朝鮮三国時代が始まった。372年、これらの国の内高栗が最初に仏教を受容する。しかし、中国側の記録と高栗の壁画に描かれた、仏教的なモチーフで確認できるように、 この年代よりも早い時期に仏教が伝わっていたようで、ある。384年、続いて、くだらに仏教が伝わる。535年、両国に100年以上遅れて、白木王国が仏教を受容する。コ栗クリとくだらでは中原から公的に伝来したのに、対し、白木への伝道は民衆への浸透が先行し、おそらく不況に対して迫害が行われていたようである。 仏教の導入は、職人には数形のための図像政作を、建築家には寺院の建築を、学者には経典を渇望させ、そして朝鮮の文明を一変せしめた。これら朝鮮の小王国に洗練された美術様式を伝えたのは、遺的であった卓伐氏の北儀様式であった。北儀、それに続く北西の仏教美術は、これら三国に大きな影響を与えた。 くだらは後に中国南朝と高栗、そしてくだら特有の美意識と共に作り上げられた仏像美術を日本に伝えることとなる。6世紀後半以降、くだらでは石仏家の造流がいち早く始まった。印象持ち物、装束といったディテールには北儀様式を保っているものの造形的な印象は外見的には 性質差がありながらも芯が強いはつらつとしているというくだら仏らしさがより顕著になっている。白木では6世紀には高栗の影響によって近動仏の制作が7世紀頃にはおそらくくだらの影響によって石仏や魔害仏の制作が始まる。この時代の白木石仏美術はくだらのものに比して体育の表現にまだ稚拙さがうかがえるものの 重厚さという点で既でに独立した美術様式を芽生えさせていた。朝鮮の仏師たちは、各々の様式を作り上げるために優れた神美眼を発揮し、様々な他地域のスタイルを取り入れ融合させた。高栗は主に、河北由来の仏教の影響下にあった。仏教美術においては、まず午後16国時代の古式根動物の様式が取り入れられた。 7世紀に入ると、北朝の仏教美術と連動する形で発展した。2021年現在確認されている、朝鮮最古の仏像、縁義見7年名近藤仏立像もこの時代に制作された。高栗の仏像は主に近藤と素像で、厚い通り方の方位や火炎門の後輩、かすかな笑みが特徴である。九だらの美少と、ハンカシ菩薩像このように、 6世紀の朝鮮仏教、美術は中国とインドの文化的影響を示したが、それ以降は独特の土着的な特徴を見せるようになった。北朝の影響が強い高ウクの仏像に比べ、梁などの南朝とも密接に交流していた、クダラの仏像は美術視野には、クダラの美少と呼ばれている、神秘的で穏やかなアルカイックスマイルを浮かべているものが少なくない。また、 白木では6世紀後半から7世紀後半にかけて、ハンカシー菩薩像が盛んに作られた。これは中国のものからは独立した形式であった。この様式は日本の広高寺伝来の奉還菩薩に見られるように、奈良時代の日本の仏像様式に大きな影響を与えた。これらの朝鮮の文化に根ざした様式は日本の初期仏教美術にも見ることができるのは、 仏教が伝来して間もない、アスカ時代の仏像制作にトライ人が携わっていたからであると考えられている。上述の繁華シーゾなどは、その典型例であろう。多くの歴史家は朝鮮を仏教の単なる伝達者として描写しているが、これら三国、特にくだらは、538年、または552年に仏教が日本へと受容される、上で、 主体的な役割を果たしたのである。また、三国時代の朝鮮では、寺院の建設も活発に行われた。九だらのマス山にはいよいよ未六寺が、白木の慶州には交流寺が建てられた。九だらの建築家は、その卓越した技術で後世に知られ、上述の交流寺の巨大な九重の仏塔や、奈良の北家寺や法隆寺などの建設を行った。 アシュクニョライザーゾウセックツアン、めぐみやすしおの時代、大歴9年完成1909年に偶然再発見された。現在、大韓民国国宝、第24号されているほか、世界遺産にも登録されている。統一白木七7世紀後半、白木が、くだら、高栗を平凡し、党の勢力を朝鮮半島から排除することに成功。統一白木時代が始まった。 統一白木初期の仏教美術は、白木の様式とくだらの様式が融合したものであった。8世紀には、慶州石窟案の本尊如来座像に見られるように、人体像の把握が進み、体の良化にや、死体の伸びやかさが、巧みに表現された、石仏の名品が多く作られた。また、朝鮮半島の統一後、党との外交関係が好転し、 作法体制に復帰したことで、国際色の色濃い等の仏教美術の影響も大きく受けることとなった。また、統一しらぎの時代には、数は少ないながらも、密教美術の作例を確認することができ、金剛会大日如来や十一面観音、千樹観音、明王といった御事格の仏像が作られた。旧世紀後半、中央集権制的な体制が崩壊し、 地方文献家と貴族層、過労の台頭が進んだ。こういった社会制度の変化に応じるように、鉄道の混同物が作られるようになった。関は四年名物岩時期としては、木海後期様式に属する。倉敷市大原美術館像、木海七世紀、高栗の移民や抹滑人によって、木海が建てられる。この国は、現在の宴会州国流交渉、 および北朝鮮にあたる地域まで国土を広げ、党をして、開盗の聖国と呼ばしめた。白木と友好関係を結んだ8世紀の末からは、党、白木の文化を取り込み、現代にまで伝わる仏教美術を残した。墓会では多宗派が受け入れられていたが、その中でもとりわけ五大山の教え、特に華厳密教が盛んであったようである。しかしながら、 肥子配層にどれだけ仏教が浸透していたかは明らかではない。仏教美術に関する主な出土品は五景に限られており、特に上行流旋府と中京堅徳府、東京達春府に偏っている。また、仏像の様式も対白木外交の変化の結果、高栗文化のまだ色濃い前期と、等、白木の様式を取り込んだ後期に分けられる。 駒統一白木が混乱の末に水亡し、936年に駒が朝鮮統一を果たす。初代国王の大祖が交付した君葉十条に見られるように、仏教は高麗王室によって厚く保護された。こういった状況を背景に仏教美術も活発に行われた。高麗仏画は来世と現世の救済を願う。 浄土信仰を報ずる貴族層や豪族たちの求めに応じて発展した。また、華厳思想に基づいた猛攻撃隊と国家安泰を願う五百羅漢図のような作品も見られる。また、宗教的栄意としての社経が流行した。統一修羅の頃には社経はすでに行われていたが、これらの時代には社経は修行、研究のためだけでなく、 行為そのものが苦読を積む手段であると考えられるようになった。これら写経のうち、豪者の作りのものは、装飾業と呼ばれ、今史に、金霊、銀霊で描いたものが多く残されている。また、木派印刷でも写経は行われた。モンゴルの朝鮮侵入を機に13世紀に彫刻された高麗八万大造経は、その告示の美しさから、 美術工芸品としての価値も名高い。仏像美術においては、俗に、弥勒仏と呼ばれる巨大な石仏が各地に作られた。菩薩立像は、その大きさから顔の造形や、絵紋の衣装は適度なデフォルメが施されており、また、屋外に安置されることが多く、頭部に宝蓋をいただいているのが一般的である。これらの石仏は、風水思想や、 土俗信仰とも結びついたものだった。高麗時代末期には、モンゴルの信仰によって、仏像彫刻は大幅に衰退するが、現代仏像の流れを組む、密教系の混同仏が作られた。李氏朝鮮、李氏朝鮮時代は、最初期こそ仏教が保護されたものの、儒教の国教化を背景に、1406年、大宗の時代に徹底的な廃仏政策が推し進められた。 これによって、朝鮮の仏教教団と寺院美術は大きな水望を見た。しかしながら、1549年、文帝王校の下で仏教が保護されるようになると、仏教美術は再び大々的に作られるようになった。朝鮮時代の仏像美術に特筆すべき名品は、高麗時代のものと比較すると少ないが、その一方で、 仏像制作に用いられる材料や図像は多様化した。朝鮮時代初期には、すでに、それ以前には用いられなかった木造や素像による作例が見られ、17世紀にはこれらが主流となった。仏教絵画においては、画題、素材、そして鑑賞方法にも多様化が見られた。当時描かれたものには、発願のための彩色憲本、寺院内部に描かれた。 道内兵器が、経典の資本、さらに屋外での大人数による礼拝に用いられた、かかり仏等、世磁機械に用いられた官路等といったジャンルが挙げられる。特に、かかり仏等と官路等は、貴族や僧侶のためというよりも、大衆向けに作られていた。これらは、李氏朝鮮後期、17世紀以降に作例が多く、見られるようになった。 シルクロードの終着点に位置する日本は、仏教がインドで推理し、中央アジアと中国で他の宗教や世俗勢力による抑圧が行われた時代にあっても、仏教の様々な側面を保持することができていた。日本の仏教彫刻の創造性は、奈良時代、平安時代、そして鎌倉時代と、8世紀から13世紀にかけて特に豊かであった。 仏教と集合して伝わったヒンドゥー教やタントラ、道教の要素や、在来の神道とも、根校、相互に影響が及ぼされたことも見逃せない。法隆寺近道社家三尊蔵名水三31年連、蔵造りの鳥作北儀様式の流れを組む。造造したとされる、蔵造りの鳥は柴田知等の孫で、虎井系であった。 アスカ時代538年もしくは552年に、くだらからの使者によって仏教が紹介される。その後、宝光寺や四天王寺が建立されるなど、国家仏教化が推し進められた。日本国内で仏像制作が始められたのもアスカ時代である。577年には、くだらから仏師が渡来した。日本初期は、くだらの使者によって、初めて、 日本にもたらされた仏の美しさを、僧帽単元と伝えている。この仏像は、根動仏であったが、法隆寺の釈迦三尊像やアスカ寺の釈迦如来像といったアスカ時代を代表する仏像も、また根動仏が多かった。また、法隆寺、夢殿の旧姓観音像や、くだら観音といった、金箔で称号された木造物も作られた。さらに、 素像や干渉作りの仏像も、今だで主流足り得なかったものの、この時代ではすでに少数の作例が見られる。アスカ時代の仏像の特徴としては、奥行きが浅く、左右対称であることが挙げられる。これは、立体曼ラなどに見られる、奈良時代以降の仏像と異なり、正面から干渉することを前提としていたためであった。 仏教を日本に定着させる上で重要な役割を担ったのが、水古天皇のおいで、摂政であった、聖徳太子である。聖徳太子は深く仏教に帰還し、皇居の後も、太子信仰という形で、崇拝の対象と芸術の題材となったが、聖徳太子自身も生前、建設者でありパトロンであった。上述の四天王寺やスカデラの建立を主導した、か。 鳥様式の仏像の制作に関与した。また、聖徳太子の日、立花の大いらつめが折らせた、天寿国宗長は、日本に現存する最古の刺繍美術であり、仏教伝来最初期に描かれた、浄土表現である。奈良時代710年に、藤原家から、平城家への戦都が行われると、薬師寺、幸福寺などに代表される、数多くの寺院が建てられた。 この時代では国家が仏教美術の講演者であった。しかしながら、トン像であった行記の協力によって東大寺る社名仏像が混流されたように仏教とその芸術が徐々に庶民層へ浸透していった。また、東小大寺や九ず寺の千樹観音像や東大寺福建作観音立像といった密教像の制作が始まった。焦燥陰文書にも 密教経典が残る。平安時代、平家農協1164年。平の清盛一門が、五福島神社に奉納した装飾業の軍。当時の工芸技術の結晶であり、日本における、北家業の授業例であり、大和への資料でもある。旧世紀初め、唐から密教の奥義を持ち帰った空海が、曼荼、宝具、書道をもたらした。 東大寺る社名仏懇流に際し、宇佐やわたがみが懇流を支持して、以降、神仏集合が形成され、当時やわ宮、松尾大社等に、仏像の影響で生まれた神像が祀られた。また山岳信仰との融合から、修験道が生まれ、座王権限と縁の行者が図像化された。1052年が、釈迦入滅1000年による末法の世とみなされ、原神、王城幼衆に、 六道の様子が記されると、地獄園を含む六道への転居となった。十一世紀半ば、関白、藤原寄道は、現世の浄土として、宇治平等院に、宝道を建立した。本尊の阿弥陀如来座像は、上長制作とされ、寄せ木作りの技法が生まれることにより、木造で、上六仏と呼ばれる、高さ3メートル程度の仏像を作れるようになった。 この技法は、後の喜び腹に活用される。前代からの密教思想と、浄土思想にのっとった、ネハンズに、原神が考案した、ライゴーズ、平野清盛らの奉納による、平家農協に代表される装飾業が、極楽王城を願う天皇や貴族らによって盛んに、制作された。聖鷹道寺像運慶作年鎌倉時代、金剛寺鎌倉。 室町時代民衆葬へ仏教が広まるとともに臨済、臨在宗、相当終身仏教が起こり、仏教美術では、禅が多くの比重を占めることとなる。仏像では、喜び腹による寄木作りが主流となり、高さ8.4メートルの東大寺南大門の、金剛力士像を寄木作りによって完成させた。室町時代では、禅の美術が大きな比重を占めることとなる。 全寺は、中国文化の受け入れ窓口としても機能していた。足利将軍家は、領海牧薪谷といった草原の書画や文物を、動物と呼び、数形を持って、これらを迎えたが、実際に収集に携わっていたのも禅僧であった。こうして僧、元、名由来の禅、世俗美術の需要が図られていく中で、水墨が、枯れ山水、茶道、華道が受け入れられた。 小国寺からは、除雪、修文、雪舟ら画層が排出された。また、禅僧と、区下、武士が交流するサロンとしての役割を果たし、寺院に付属する書院や庭園美術が発達した。この分野では、臨済宗の無双祖籍が大きな役割を果たす。13世紀、武家の中心地であった鎌倉では、中国との活発な交易と、 当時まだ仏像の伝統が確立されていなかったことを背景に、草風、草原風と呼ばれる中国趣味が室町時代に至るまで流行、主流をなした。神奈川県立歴史博物館学芸部長の薄井和夫によれば、草風仏像の造形に共通する特徴として、立像、座像を問わず猫背の体制、頭髪では渦高い宝田草や扁平なら発、 低い肉たぶさ。綿棒では、菩薩像の卵型で、女性的な顔立ちや、如来像の微量の太い人間臭い面相着衣では菩薩でありながら、同意をつける複製、だらりと袖、裾丈の長い着衣、細かく複雑に変化したり、あるいは大きくうねる絵紋など、全体にかなり癖の強い造形を見ることができると、している。観音菩薩の遊戯座像や、 包囲追加形式の表現は、日本においてはこの時代を中心に見られる。送風仏像は、室町時代に入ると、陰吉、陰広志らによって、より形式化した空用の仏像へと受け継がれていった。一方、京都ではこれらの新様式は受け入れられず、また本来的には仏像を必要としない禅宗の、はじめとした。 新仏教の流行によって、室町時代の仏像美は、鎌倉以前の様式を踏襲したものとなった。しかし、前述の真相の一分野としての肖像彫刻は、多数作られたまた、縁起絵巻や構想絵伝が多く作られた。完全音菩薩の孤独を解く、石山寺縁起絵巻や、室町将軍の正当性のため、薬師如来の霊源にすがろうとした、壮実寺縁起絵巻に、 白木の僧、儀章と岩行のを題材にした、華厳衆祖師エ伝、遊行の生涯を、日本各地の景観と奇践の人々と共に描いた、一編清江等が挙げられる。江戸時代、徳川幕府によって、段火制度が確立され、ほぼ全ての民衆は、寺と、紐付けられた。江戸時代初期において、仏教美術は、幕府、諸藩の援助を受け、盛んに制作された。 17世紀半ば、民末新書の混乱に伴い、因間流帰、逸前性ルラらラ来像によって、中国の仏教美術と江南地方の文化が、江戸時代の日本にもたらされる。彼ら、唐絵などの大幕美術や、高層の珍装唐用といった草原風とは異なった、新しい表現をもたらした。一方で、江戸木には、寺受け制度によって、寺院と、 庶民層が接近したことと、庶民が、貨幣経済を背景に、社会へと進出したことで、仏教美術の大集化が進んだ。肝心によって、商人からの寄進によって、自社の建設費が賄われることが増え、諸村の仏像が彼らの要望に応える形で、混流され、円空や、木籍ら、武家の庇護を受けない層が現れた。また、白隠絵格や仙台義凡らによる、 既存の画派に染まらない、独自の前画や地獄絵が生まれた。両館の書も同様である。明治時代以降、築地本願寺本堂、東京都中央区伊藤中太設計一心政府は、江戸時代末期の国学思想をもとに、1868年に、神仏分離令を発するが、それが各地で、拡大解釈され、仏像、仏具、そして画覧の破却、僧の現続に波及する。 そして1871年の常智令によって、寺の収入が絶たれ、経営が成り立たなくなった。そのため、法隆寺は、寺法の一部を皇室に建納し、資金を貸しされた。廃物希釈の煽りは、仏教美術に携わっていた仏師や、人形師、宮大工の仕事にまで及んだが、彼らの流れはその後の日本の近代彫刻の礎となった。高村幸運は、 神仏分離令によって仏像や仏塔が破却されるのを目の当たりにし、仕事がない現状を脱するため、西洋美術の写生を取り入れ、近代以前にはない彫刻を創造する様を語っている。また、自らも仏師の子で高村幸運に支持した新海武太郎は、新仏教運動を主導した高島米宝の影響で仏教を題材とした彫刻を制作した。 南天某としても知られる、臨在像の中原東州は、白院らの制作姿勢を藩として明治から大正に、かけて、多くの作品を残し、日本国外における、全美術の評価の一翼を担った。建築において、伊藤中太設計の築地本願寺は、外観に古代インドの要素を取り入れる一方で、内装は、和洋折衷が図られた。また、第二次世界大戦以降、 巨大仏と呼ばれる高さ40メートル以上の仏像が国内各地に混流された。平山育夫は最有機を読んで三蔵法師を描いたことから仏教伝来を探る旅と作画を続け、トンコーバーミヤン、アンコールワット等の仏教遺跡、異物保全に関わることとなる。19世紀以降、新しい表現媒体として発展を遂げた漫画において手塚治虫は、 劇画の手法を取り入れストーリー漫画、漫画、ブッダを1970年代から発表した。この作品は一種の仏星探として、釈迦の生涯を中心としながら、ジャータカや冒険物語を描いている。21世紀の作例として、村上隆の五百羅漢図、中島清の地獄新音図が挙げられる。マズ・ゲルクハ18世紀前半チベット中央に、 大きく描かれる、エンマの髪型に描かれたラマは、向かって、左が、パンチェンラマ、右が T シャと推定されている。チベットに仏法が伝えられたのは、7世紀前半、トバンを打ち立てたソンツェン千元ポのもとに、唐とネパールから火を嫁がせ、彼女らが仏像を持参したことに由来するとされる。7世紀半ばには、ティソンデ千王が、仏教国教化を宣言する。当時、 インド由来の大乗仏教と、唐からの禅が流入していたが、既存で禅が、両者の論を聞き、禅者を公認した。トバンは9世紀半ばに分裂し、廃仏運動が起きるしかし、チベット高原西部まで逃れた、トバンの王族の一部が建国した、グゲ王国によって、仏教は再び息を吹き返した。以降チベットでは、カシミル地方の影響が見られる。 林ン散歩様式と呼ばれる仏教美術が栄えた。また、同時期には、チベット化が進行していたラダックで、チベット仏教が盛んになった。カシミル地方とラダック地方を結ぶ街道沿いの村、ムルベクには、8世紀から9世紀に掘られた、高さ約10メートルの4匹の魅力菩薩の魔害物が現存している。 これは、インド文化圏の辺境地帯で混流された巨大仏の流れを組むものであった。10世紀から11世紀にかけて、北インドのヒマーチャル・プラデーシュ州のタボソインは、インドとチベットの文化交流、特に仏教美術と哲学の分野において、仲介者として重要な役割を担っていた。タボにおける特筆すべき、チベット仏教芸術には、 同寺院に描かれたフレスコ画が挙げられる。13世紀には、チベットは、ユーラシア大陸全体を席巻したモンゴル帝国と、国境を接する。これを受け、外交官として政令まで赴いた、チベット仏教サキャ派の僧、サキャパンディタが、モンゴルの貴族たちに布教を行った。さらに、その追いにあたるパクタは元朝初代皇帝クビライと、信仰が扱ったことにより、 兵士として大都に招聘された。結果として、中国においても大都を中心に、チベットネパール由来の仏教美術と仏教建築が大いに発展した。14世紀に入ると、ゲルク派の僧、ンカパが、チベット仏教を改革。17世紀のダライラマ政権樹立への礎えを築いた。15世紀には、 チベット仏教美術の主たる流派の二つ、メンリ派とキエンツェ派が成立する。メンリ派側は、ダライラマの宮廷主としての地位を得て、チベット仏教美術の主流派を形成した一方、押された、キエンツェ派側は、次第にメンリ派に吸収された。これらの学派では、各見事各格ごとに異なった、身体比率、様相、着衣死体が定められ、 厳密なアイコノメトリーが定義された。山あんたズを19世紀近道仏ホノルル美術館15世紀から16世紀にかけ、カギュ派内部の一派であったカルマ派が、カルマパと呼ばれる天正ラマ制度をチベット市最初に導入した。カルマパは、代々仏教美術を愛好、保護し、カルマガルディ派と呼ばれる学校集団を徴用した。十七世紀、カルマパ十世。 中インドルジェが、ダライラマ五世との清掃に敗れ、チベット東部での漂白生活を強いられる。その過程で、彼と彼に随行した学校たちは、中国絵画の要素を吸収し、18世紀に、イタリカルマ派が、東チベットに定着した後も、カルマガルディ派の絵画様式はこれを下敷きとして、発展を続けた。1949年の中華人民、共和国成立後、 シベットは中国の一部と宣伝され、1959年、ダライラマ14世以来はインドへ亡命した。また1970年代の文化大革命では、多数の単画や仏像が破壊された。しかし亡命者によって、画から更新育成がなされた。仏教絵画では、尊像や仏殿、曼荼羅が描かれた。単画と呼ばれる、布地に描かれた軸層が多用された。 仏像はもっぱら金鉱で、鋳造の他に、金属板からの打ち出し技法が用いられた。前館が、ベトナム北部に高賃を置いて、以来、10世紀に至るまで、ベトナム北部は、中国の支配下にあった。インドから都会した構造界が呉に行き、仏教を広めたと伝えられることから、3世紀には、ベトナムに仏教が伝わったとされるが、それ以前に、 五冠から高鎮を訪れた婿によって仏法が伝えられたとする説もある。随陶器の中国からは禅が伝わり、15世紀の霊朝では浄土教との集合が起こった。ベトナムの仏教建築として特筆すべき例としては、11世紀、李朝に建立された、石柱一柱に、仏道を乗せる、木造寺院の一柱寺や、17世紀、 霊長の人工寺の修脳などが挙げられる。陳朝の時代を通じ、各地に、チワトテと呼ばれる、仏教寺院が建立された。一方、南部では、2世紀に、チャンパが起こる。北部と異なり、インドの影響が強かった。この地域では、仏教とヒンドゥー教が信奉された。また、クメールやインドネシアの影響も受けていた。9世紀末のドンジョオニの仏像は、 仏殿浮き彫りがなされた、シュミザが付属する。南伝仏教は、インドから、スリランカ、ミャンマー、タイラオス、カンボジアなどに伝わった。12世紀以前に、インドシナ半島へ、南伝した仏教は、大乗仏教、とりわけ密教であった。また、12世紀までの東南アジアにおける仏教は、ヒンドゥー教や、在地の信仰に対して絶対的優位に立つことはなく、それゆえ、 仏教美術は常に他の宗教美術と融合したものであった。13世紀に至り、東南アジア全体へとジョーザブ仏教の普及が本格化すると、密教や菩薩信仰に基づく美術に代わって、釈迦像を中心とした芸術が作られるようになった。21世紀初頭においては、これらの地域のほとんどがジョーザブ仏教圏となっている。この地域に共通して見られる。 仏教美術としては、培養業とその教室がある。神座部仏教は、釈迦入滅から約100年後、教義の違いから、大乗仏教が分離することにより、生まれた。大乗仏教との違いとして、パーリ語による三蔵と、その注釈書による大蔵教を備える。釈迦像の身を廃し、菩薩などを認めない。出家者と在家の立場が明確に異なる。前者は、 世俗の労働をせず、後者は前者を伏せで支える。等が挙げられる。そのうち、仏教美術として、形に現れるのは、主にに、である。11世紀以降、イスラームが、海域東南アジアに広がり、21世紀初頭における、マレーシア・インドネシア、南フィリピンに至るまで、ほとんどの当初に浸透したが、大陸域においては、神座部仏教が定着している。 マハービハーラのトゥーパーマーラ等期限前3世紀草剣アヌラアダプラ、アウカナフツ8から9世紀約12メートル高加工岩、アウカナ期限前3世紀、アショカ王が王子マヒンダラをスリランカに派遣し、仏教を伝えたと、師匠、リーパバンサと、女子子マハーバンサに記されるが、考古学的な検証によれば、期限前6世紀には遡るとされるおいてはさらに、遡るとされる。 デイワーナンピアティッサオは、首都アヌラーダプラに、僧院マハービハーラを建立し、以降この僧院がジョーザブ仏教の中心地となる。僧院内には、シャリを治めるスゥーパー、サンガのための諸施設が建てられ、マヒンダの妹サンガミッターにもたらされたとされる、母大樹が植えられた。スリランカでの増像開始は、3から4世紀とされる。大部分が、釈迦像である。 9世紀頃から魔害物が作られるようになる。ランカーティラカドー12世紀連ガ、シックイポロンナールは、アーラーハナパリーベーナテラ11世紀初め、南インドのヒンドゥ教勢力、チョーラ朝が信攻し、アヌラーダプラ王国を滅ぼし、一時仏教は衰退する。しかし、同世紀半ば、ウィジャヤバーフ一世がスリランカから、ヒンドゥ勢力を駆逐し、 ポロンナルワを水防したアヌラーダプラに代わって、とと定め、新たに、ポロンナルワ王国を建てた。ウィジャヤ・バーフ一世はまた、ビルマから、ジョーザブ指導者を招聘して、仏教復興が図った。ランカーティラカーは、約12.5メートルの仏立像を祀る、レンガ作りの道具で、当初はドームがあったとされる。レンガの上に漆喰を厚く塗り、尊像を掘り出した。13世紀。 ポロンナルア王国は、ヒンドゥー系のジャフナ王国の攻撃を受けて滅亡する。その後も、数百年単位で続いた戦乱の結果、戦闘が繰り返された。16世紀には、インド洋まで進出してきた、ポルトガルも構想に加わったことで、スリランカはいよいよ混迷を極めたが、ポルトガル勢力相手に苦戦を強いられた、ビマラダルマスリア一世によってダラダア周り側、 寺院が整備されたのもこの時代であった。伏せを受ける釈迦仏と弟子たち18世紀水彩がパラバイクと呼ばれるミャンマーの伝統的な絵本から2020年時点でのミャンマー領域に仏法をもたらしたのは紀元前3世紀マウリア朝アショーカ王による使者であるとスリランカの師書ディーパバンサマハーンサ及びミャンマーの仏教師書サーサナバンサから読み取れる その地は、現在の門族の拠点であったタトンとみなされる。ピュー族のシュリクシェトラ遺跡から、カダンバ文字で刻された、分別論、大発音半業の一部が発掘され、5.6世紀には、仏教が受容されていたとわかる。現存する最古の建築物として、7世紀のピューによる、ボーボージーパゴダが挙げられるアーナンダパト、1091年、1105年、 創建レンガ作り、パガンパガン期建築の白美であり、パトの代表例でもある。11世紀に入ると、上、ビルマへと南化した、ビルマ族が、パガン朝を起こし、タトゥン王国を滅ぼす。ビルマ族は先んじて征服していた、ピュー族から仏教をはじめとした文化を受容していたと、推察され、また征服した、モン族の文化も受け入れることで、 建国初期に建立された、バガンのシュエズ・イーゴン・パゴダに見られるような、諸民族の建築様式を融合させたスタイルが、確立されることとなった。パガン王朝は、賢治王朝の意象を持つほどに、仏教寺院の建立に対して熱心であった。また、実際の寺院の建築に携わったのは、パガン朝に征服された側であった、門族の職人たちであった。戸が置かれたバガンでは、 13世紀に至るまで、盛んに寺院の建設が繰り広げられ、そのうちのおよそ2000境ほどが現在でも残っている。児童建築は、主に高等形式のものが築かれたが、それらも、仏塔形式と、児童形式に二つに大別される。仏塔形式はビルマ語でゼ、リ、内部空間を置かず、パガン長初期には、スリランカ風の円錐行奏林を、後期には、細長いテが 頂上に取り付けられた。一方のビルマ語でパトーと呼ばれる自動形式は12世紀から登場し、建物内部に仏を祀る指導を備える。これらの自動は、いずれの場合でも、もっぱらレンガを用いて作られたが、仏教建築全体で見れば、木造の多層塔や僧院も少なくなかった。仏像美術においては、インドのビハール・パーラ・アサの影響が薄い方位や、 絵文ン,ンの表現に見られる。その一方で、密教系尊像はほとんど作られず、神座部仏教の釈迦仏、過去四仏、またこの時代の仏像の制作方法は多岐にわたり、金、聖堂、木材、石、レンガと漆喰など様々な素材が用いられた。仏教絵画においては、インドよりもむしろ、チベット絵画の流れを組むものが多く見られるが、主題の多くは、 仏伝図や本章単であり、こちらも大乗仏教、密教由来のものは限られている。また、当時制作された壁画の原尊例が少ないことで、パガン長期の仏教絵画の体系的な把握を難しくしている。1287年、モンゴルのビルマ信仰によってバガンは元軍の略奪を受けたが、その後もパゴだと仏像の補修、心臓は続けられた。 ヤンゴン、シュエダゴンパゴダ内部に安置されたマンダレーフツ14世紀から16世紀まで栄えたアバ王国の下でアバ様式の仏像がなった。大きな立ち耳と耳たぶ、長く上向きにこう引いた眉、前常を表す、半目、口角の上がった唇と点を刺すような単たぶさを持ち、通常は食チーンで表現されることが特徴である。18世紀まで続いた。 コンバウン庁では、今日まで制作が行われている、マンダレー様式ができた。様式は、陰話様式をもって、半としたものではあるものの、より一層自然な表現が追求されている。マンダレー様式は、陰話様式より自然で、肉付きの良い相棒を持ち、釣り目でより厚い唇、そして丸みがかったタ,ンタブサで表される。また、食地以外の座像や立像。 伏せ像も作られた。マンダレー仏の方位は、流霊な表現で表されることも特徴。また、ミャンマー東部の丘陵地帯に住むシャン族はシャン様式を生み出した。シャン仏は、細表で送身、大きく角張った花、タイの仏像に似た、肉たぶさとラハツ、そして小さく薄い口を持つ。奈良のべ天像、ウォルターズ美術館像元となった仏像は、 1191年に、ジャヤバルマン7世の命令によって父、ダーライン・ドラバルマン2世を称えるために23体、制作され、国中に送られた像のうちの一つ。現代のカンボジアの領土は、クメール人が建てた古代王国、フナン国の中心的な領土でもある。フナン国は、一世紀末から7世紀にかけて、勢力圏を、東南アジア全体に拡大させ、西は、 現在のビルマから南はマレーシアに至るまでを支配した。カンボジアは政治的には影響力を及ぼす立場であったものの文化的にはインドからの強い影響を受けた。特にオケオ遺跡の出土品の中にクシャーナ朝ガンダーラで作られた正度性の仏塔や北義風の正度性仏立像が見られるように5世紀以降には仏教とヒンドゥー教を受容していた。 また、6世紀から7世紀に制作されたと考えられる、ワットロムロクシスドの仏像は、グプタ朝やミナミンドの影響が著しく、小族においては、根本節一切ウブの戒立が根付いていたことが、伺える。不南国最後の王、ルドラバルマンの頃には、仏教はいよいよ盛んになった。考古学的な研究によれば、この時代、アンコール、ボレート、プノンダで、 木製や、青銅製、石像の仏像が作られたことが判明している。ユーラシアの東西貿易が崩壊し、交易で成り立っていた、不難国が衰えると、6世紀に起こった、新郎国がこれに代わって、クメールの支配者となる。ヒンドゥー教を問んじた新郎は、仏教に対して弾圧が行っていたわけでは、ないようだが、議場による、南海危機内放電によれば、 7世紀の末には仏教が一時衰えていたようで、それゆえか仏教美術の作例は少ない。しかしながら、6世紀から7世紀は大乗仏教がインドから流入した時代でもあった。この時代に、新郎によって残された碑文では、菩薩や天部の像が建てられた胸について触れている。さらに、彫刻美術そのものは新郎が、 分裂状態にあった時代でも健在であった。後の仏教美術の礎となるプレアンコール様式と呼ばれる様式が同時代にカンボジアへと侵入したインドネシアのシュリービジャヤ王国の芸術をも取り込みながら成立した。その後、9世紀初頭から13世紀にかけて大乗仏教とヒンドゥー教を奉じたクメール帝国がインドシナ半島のほぼ全域を支配し、 同地の仏教美術の発展に大きな影響を残した。クメールの下で、現在のカンボジアとその隣国体、ラオスに900以上の寺院が建てられた。クメール王室の仏教美術に対する支援は、同王朝初の仏教徒の国王として即位した12世紀の国王、ジャヤーバルマン7世によって最盛期を迎えた。12世紀後半、ジャヤーバルマン7世が、 東のジャンパ王国によるアンコール陥落によって生じた宗教的、精神的危機感と彼らにに対する勝利を動機としてアンコールトムのドバラやプラサートタワーバイオンにロケシュバラのクメールの微笑みと呼ばれる微笑みをあしらったアンコールトムの城壁都市が建設されたアンコール遺跡は当時これらの開発の中心として機能し 仏教寺院軍と約100万人の都市民の生活を支える都市機構を有していた。カンボジアの仏教彫刻の多くはアンコールに残されている。しかし、15世紀のアユタヤ朝サによる侵略をかぶらやとするカンボジアの暗黒時代と20世紀のカンボジア内戦中と戦後に行われた組織的な略奪、そして天災によってカンボジア国内の多くの遺跡、遺構に 爪痕が残った。19世紀中頃までは、カンボジア全域が太陽国の影響下に組み込まれていたことで、宮廷文化と仏教文化の双方において、大化が進行していた。20世紀初頭、ノロドム王の地政末期に建設された、プノンペンの王宮人、ボワット・プレア・ハカエウモロコットは、その名称から、バンコクの王宮であるワット・プラケイオに習った、ものであった。 カンボジア内戦をはじめとする近年の戦火はまた、カンボジア国内における歴史的なワットの壁画美術の大半をも破壊した。しかしながら、幸い、1960年代に、美術史屋のガイナ・フィリアンとジャクリーン・ナ・フィリアンによって、これら19世紀の壁画美術の記録が残されていた。現在においても、歴史的壁画を有する寺院としては、プノンペンのシルバーパゴだ。 シェムリアップのワットボー、コンポンチャム州のワットカンポントラックルーがある。1990年代から壁画の制作が再び行われるようになったが、一般的に繊細を逃れた壁画の方が、より洗練され、細部まで描かれている。カンゼオン菩薩、あるいは聖観音像12世紀パリ、ギメ美術館像、クメール美術は、入和で、薄い顔立ちと細い線を持ちながら、 交合しいまでの表情で強烈な精神性を表現していることに特徴づけられている。13世紀以降のタイ民族系王国期とそれ以前のプレタイ期に分けて述べる。プレタイ人系紀現在のタイにあたる地域に仏教がもたらされたのはおよそ5世紀である。インド及びスリランカで制作された仏像が発掘されている。6世紀後半以降。 文人による、チャオプラヤー川中、下流域のドバーラバティ王国では、グプタ朝ョウ及びそれ以降のインド美術、それに、スリランカアヌラーダプラキの影響を受けた、釈迦像が作られた。仏教関連の碑文は、ほとんどが、パーリ語であり、カミザブ仏教が信奉されていたとわかるが、議場の、南海危機内放電には、南海は、全体として象徴であるが、他の地域は、 大乗と症状が混在している。菩薩を礼拝し、大乗行を読むのであれば大乗であり、それをしないのであれば、症状と呼ぶだけのことである。と、明確な線引きができない状況を記す。11世紀頃、ヒンドゥー教を報じるアンコール王朝の慎長によって、チャオプラヤー川流域は、クメール人の、また、マレー半島は、シュリービジャヤの支配下に置かれた。 この時期の仏像様式として、ナーガ城の仏座像が挙げられる。竜王と同一視されるナーガ7頭が、後輩に放射状に並び、結果ふざの元もとにもトグロを巻いたナーガがブッダを支えている。ブッダが瞑想する間、ナーガが頭上を覆って風から守ったという仏殿に基づく。ナーガ城の仏座像は、南インドから東南アジアまで広範囲に見られるが、 クメール美術の影響が及んだ地域では特に人気のテーマであった。タイ人系王朝13世紀はタイ族の沸騰の時代であった。チャオプラヤー川流域に進出したタイ人によって初の民族国家スコータイアサが打ち立てられたほか、タイ人固有の文字やタイ仏教文化の基礎が形作られた。スコータイアサの立国当初は神座部大乗仏教、 ヒンドゥー教が併存していたが、三大王、ラームカムヘーンがジョーザブ像に帰依することによって、ドーハの国内での優先を決定づけ、カミザブ仏教がタイに浸透することになった。スコータイの仏教美術は、クメールやハリプンチャイ、パガン、そして、スリランカから影響を受けて発達した。この時代に生まれた仏像の方として、社会行像が挙げられる。左肘を上げ、 手のひらを見せる背昔こ印を示し、左足に重心を乗せ、右足を前に踏み出そうとする姿をとる。この様式は、亡くなったマヤ夫人へ説法をするため、釈迦が、梵天、大釈天と共に、通り天から、参加者へと降りてくる仏殿を表したとされる。建築においては、ワット・マイ・ハータートが挙げられる。中心にストゥーパー、その前に、仏堂を置き、 スリランカの影響が伺える。同時期の台北部では、スコータイ王朝やアユタヤ王朝に加え、ラーンナー王国が起こった。ラーンナー美術は、初期には、ハリプンチャイ美術の、後には、パーラ朝美術の流れを組むパガン美術の影響を受けていた。この王国は19世紀末まで存続し、チェンセーンのワットチェディルアントットパサック、チェンライのワットプラケーを、 チェンマイにはアットチェディルアンといった優れた仏教遺跡を残したほかチェンセン様式と呼ばれる美術を確立させた14世紀半ばに起こったアユタヤアサは15世紀半ばにはアンコールアサとスコータイアサを退けるスコータイ同様紙座部を最重要視したがアンコールアサ下でのバラモン司祭を徴用した仏像においてはスコータイ様式と クメール様式を踏襲した。17世紀初頭から18世紀中頃は既存の仏像の修復が主となり、この時期に制作された仏像は稀である。また、このような事情から、アユタヤ様式の造形美術は途絶してしまう。エメラルド仏15世紀ラーナー伝来バンコク、ワットプラケーをこの仏像は季節ごとに異なった装飾が施される。 左から、夏季暗挙、陶器の装い。1782年、万国が新たな首都として開かれた。2021年時点での王朝でもある、ラタナコ進シサである。18世紀末に即位した、初代国王ラーマ1世は、アユタヤーの都の最高を目指し、ワットプラケオやネハンフツワットポートを、造地造物に励んだ。後を継いだ、ラーマ二世は、詩人。 彫刻家でもあり、仏教美術の五作が現代にも伝わっている。中国大陸の僧が仏法を学ぶため、釈迦の出生地を目指す者が現れた。その過程において、この地の記録が残された。五世紀諸島、インドからの帰路にて、ジャワもしくは、スマトラを訪れた北拳は、下道バラモンが、強制し、仏法は言うに足らずと記した。 ヒンドゥー教ほど流星してはいないが、仏教も伝わっていたことがわかる。7世紀末、議城は、シュリー・ビジャヤにて、計7年間を過ごし、仏教研究が進んでいると述べ、インドに行く前に、当地で学ぶことを進めている。当地にて辿れる最古の文字資料は、スマトラ島で発見された684年のタランテオ碑文で、大乗仏教及び、密教用語が見られる。 シャイレーンドラ朝支配下の中部ジャワ島で8世紀後半から9世紀前半にかけてボロブドゥールが建立された。基部が約120メートル四方、基段と方形5層に小ストゥーパと円形3層を重ねた階段状安山岩積みのこの建造物はその上に大ストゥーパをいただいている。ストゥーパ内には計504区の仏座像が祀られる。 方形層の回廊には、計1460面の仏殿、ザータカなどに基づく浮き彫りが右回りに掲示される。ごち如来で曼荼羅を表した、シャイレーンドラケの墳墓とみなされている。仏だと仏教の福音の差し絵20世紀以降、アジアにおける仏教美術は、西洋美術との接触、結びつきの中で、新しい展開を迎えた。その中には、 旧来の様式から離れて発展したものもあれば、伝統に軸足を置いたまま発展したものもある。大乗仏教が主流な地域における現代、仏教美術としては、大韓民国の大里資源による仏像彫刻、ネパール出身で、チベットにアラム県にルーツを持つセリンシェルパによる絵画作品が挙げられる。仏教建築の分野で、台湾南部、高尾市の仏、 高山仏田記念館が挙げられるだろう。この文化施設、宗教施設を兼ねる記念館は21世紀に入ってから建設され、仏塔やストゥーパ、大仏が混流されている。また、神座部仏教が主流な地域でも、伝統美術の側からの近代的なアプローチは行われている。神秘化で彫刻家のバンルーリーナット・スーリーナットは20世紀中盤に、 カンボジアとタイで活躍し、サラケオク公園や、ブッダパークといった大規模なコンクリート仏教彫刻群を造営した。さらに、1997年に解散したタイのワットロン君は、タイの伝統的な仏教建築と超現実主義が図られている。一方、アメリカ大陸やヨーロッパといった近代に入ってから仏教が広まった地域では、 少なくない現代アーティストが仏教をアートの主題として取り扱っている。注目すべき例としては、ビル・ビオラによるビデオインスタレーション、ジョン・コンネルが手掛けた彫刻作品、アラン・グラハムによるインスタレーション作品、タイム・イズ・メモリーなどがある。イギリスの仏教団体ネットワークは、アートに携わる仏教実践者を識別することに意欲的である。この組織は、 2005年に全国的な仏教芸術祭、花の蓮を企画したほか、2009年には2日間に渡る芸術会議、ブッダマインド、クリエイティブマインドの開催を支援した。ブッダマインド、クリエイティブの閉会後に仏教芸術家の協会が結成され、組織としての努力が実を結ぶこととなった。ありがとうございます。